にちは、札幌占い美容室早任しの後藤です。今回のモデルさんで、パーマをちょっとかけたいと思うんですけども、過去にデジタルパーマをかけて、かかんない時もあったんですもんね、はい、ちょっとね、だれちゃったと。で結構かかり、まあ髪質は良さそうな感じはするんですけど、カラーとかするには多分透明感を出しやすい髪質かなと思います。綺麗に透明感はブリッジ使わなくても出せやすいのかなって感じはするんですけど、パーマのリッチ感はちょっと出づらい感じはするので、まあそういう時は濡れた時と乾いた時のウェーブ効率が変わらないようにデジコアパーマでちょっとかけていきたいなと思います。で前髪が長い方が今まで良かったってことなんで、前髪はちょっとだけ切って、ちょっと前髪にこのエッジがあるようなパーマのスタイルでちょっと雰囲気を変えていきたいなと思ってます。色はちょっとその時の流れで決めていきたいなと思ってるんで、とりあえずその状況でやってみたいなと思います。はい、ではカットしていくんですけれども、はい、まずバングのところを少しエッジを効かせたバング、この辺にちょっとねパーマで動きを出したいんで、この辺でちょっと切りたいと思います。R2 セリングでぼかしながら切ろうかなと思います。この辺かな、この辺で、前髪が来るようなイメージを立てたとしたら、ここのポイントを覚えておいてもらって、サイドチェンジを入ります。でこのポイントからつなげて、コンベックスでつなげていくっていう感じなので、ここを覚えておいてください。はい、ちょっとバームオイルね、ヘアリーのバームオイルをつけて、通常通り、ちょっと匂いしますが大丈夫ですか、オーガニック系なんで。はい、そのまま切っちゃいます。まず前髪のバングを、はい、指、4本分ですね、4本分のところからちょっと取って、ここバングになります。でこの位置がここら辺、うん、この辺でこうカーブしたいなと思ってるんで、ここから、イメージとしたらここをレザーでこう切っていく感じですね。はい、それをシザーで、レザーだとコンベックスになりますから、コンケーブになっちゃうんで、コンベックスでここをつなげて柔らかい質感を出していきたいと思います。この位置って覚えて、重さを出したいんで、まあこっちの方ちょっと長めに切るんですけど、はい、まあ他の動画でもね言ってますけど、まあ上を向いてもらってこう切るですけど、まあ慣れてくるとそれやらなくても指だけでできます。上向いてもらわなくても切ることができます。はい、このままこういう風にアルを入れるだけで、上向いた状態が簡単に作れるので、はい、この先端のこれいつも通りに、はい、まあちょっとコーミング軽くしていただいて、でやっぱりノーコームでやった方が、F カット理論は分かりやすいんで、はい、こんな感じでバックの方は切れました。なんでまああんまり細かくこう結構切っちゃう時あるんですけど、切れば切るほど薄くなっちゃうので、あんまりそこに時間かけない方がいいかなって思ってまして、まあやる方法はいろいろあるんですけれども、もしじゃあ切りたいんだったら縦と横を同時でつなげるっていう方法でやった方がいいと思います。どういう風にするかっていうと、はい、ではパーマ液は、まあ、この状態でかけていくんですけど、はい、泡ね、これも入れちゃったやつをこのままつけちゃった方が早いんで、このままつけ込みます。こういう感じですね。はい、と表面ちょっとギザギザで取ります。ギザギザで取って波ウェーブ作るような方法ですね。で、毛先を巻き、多分誰もやってないと思いますね。はい、でもこれが実際に綺麗にかかる方法なんですよ。いろいろやった結果で、この辺もギザギザギザっとやって、はい、上の方をかけていきますね。ダメージを少ない薬剤で、高リッチを出せるというところが、まあで、ダウンシェイプでかければ、こういうふうな、まあ、妊婦さんなんですけど、頭皮に薬ついてないんで、やっぱり毛根の毛穴から薬っていうのがやっぱり一部吸い込みしちゃうんで、まあいろいろね、不安な部分もあるかと思うんで、あんまり頭皮に薬がつかない状態で今日はやります。ここもツイストバンドしましょう。あとついちゃうんで結構ツイストを強めにします。で一回ですね、まあかかんなそうな気もするんで、ちょっと一回見ます。
どんな塩梅なのかなっていうので一回ちょっとここでチェックしたいと思いますね。まだ多分かかってないかなと思うんですけどね。だれそうですね結構。まあこの薬剤つけたギリギリのところとか、あ、セラックも入れてますね。セラックも、入っております。微通販だと、でですけど、今回の、妊婦さんということもあって、まず、パーマの一液、なんですけれども、それはやっぱりね、あんまり頭皮につかない方が僕はいいかなと、僕は思ってます。で、ヘッドスパとかね、以前、スコープでこう見たときに、毛穴から、トニックがフュッと入っていくのを見たことがあるんですね。なので、まあ、実際自分の目で見て思ったのが体の中に入るんだなと思ったんです、その薬剤っていうのが。なのでやっぱりまず一液は頭皮につけないでやるっていう部分ですね。で、二剤は、結構ドカ付けしちゃうので、パーマ液の二剤は、過酸化水素水とブロム酸っていうものを、臭素酸塩っていうのを使っていくんですけれども、まあ、特にそこに関してはしっかり流してあげれば問題ないかなと思います。で、カラー剤ですね、ジアミンが入ってると、やはりそのジアミンの成分が、毛根から、間違いなくそのカラー剤って入りますから体の中に、少なくても入るんですね、ちょっとは。なので、今日は塩基性カラーっていうものでノンジアミンの状態でカラーをしました。で、イメージを変えるのに、結構ビビットに入れた方が、モデルさんのイメージ変わるかなと思ったんで、ちょっとビビットに入れたっていう感じで、妊婦さん用の対応っていう形でちょっとさせていただいたので、カラー、普通の通常のカラーっていうよりは塩基性で対応してみたって感じですね。これぐらいでいいかなと思いますけどね。見てない人なのうっすら。ここはちょっとこうかけてくるクールな感じとかもありそうな感じがする。本当は蜂がこんなにいない人あんまりいない。ここないもんこれ削るの大変なんですけどね、カットで。すごいね、というか、呼ばれたことない。羨ましがられますよ、絶対。これ多分坊主にしたらすごいだろうね形が坊主にしたらすごそう、本当に。このぐらい頭大きくないとちょっと貧弱になっちゃうので、ちょっと今でかいですけど、すみません。